こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。いきなりだが霊夢は、女剣士と言ったら誰を思い浮かべる？女剣士。巴御前にいいなおとら、千葉さなかな？かっこいい女性ばかりだよな。やっぱり、歴女も憧れる女剣士といえば、かっこよくないとダメでしょう。今回紹介するのは、江戸時代前期の女性剣術家、佐々木瑠衣だ。彼女は、女性の職業の一つとして確立していた、武芸指南役だった人物だ。池波正太郎司書の人気シリーズ、剣客商売の、田沼意次の娘、佐々木美冬のモデルとなったのが佐々木瑠衣だと言われている。佐々木瑠衣といえば、風変わりな様相をしたシビアな女剣士というイメージがあるよ。佐々木瑠衣という人物は、風変わりないでたちの凄腕の女剣士で、歌舞伎者集団、旗本奴も恐れたという逸話も残っている。そんな彼女の人生とは、一体どのようなものだったのか？その生涯と彼女ゆかりの地について、解説していこうと思う。江戸時代の、剣術道場についてや武術についても、解説しているから楽しみにしてくれな。OK。みんなが憧れる女剣士の一人、佐々木瑠衣とは、一体どんな人なのか興味が湧いてきた。魔理沙、しっかり解説をお願いね。任せとけ。それじゃあ、早速、行ってみよう。それではゆっくりしていってね。女剣士佐々木瑠衣の生年月日など詳細は不明だ。え、せっかく意気込んでいたのに、肩すかし食っちゃったよ。瑠衣は、17世紀に現在の茨城県古河市にあたる下総の国古河藩で生まれた。1994年11月に朝日新聞社が発行した、朝日日本歴史人物辞典によると、生年月日、没年月日ともに不詳だが、父は下総の国古河藩主、土井利勝に仕える剣術家、佐々木武太夫で、瑠衣は一刀流や関口新進流を伝授されたという。となっている。さらに瑠衣に男兄弟がおらず、婿という話もあったがそれも成就しないまま、父、武太夫は病死してしまったんだ。男子のいない武家で、当主の死？やばいじゃん。この時代の習いとして男の後継ぎがいない佐々木家の家名は、病死した父の代で家名断絶となってしまったんだ。武家の悲しいさがだね。波の女性なら途方に暮れるところだが、瑠衣は違った。浪人となったが瑠衣はめげることなく、江戸市中に出て、現在の東京都台東区浅草にあたる武蔵野国と島郡浅草商店町に家を借り、そこで剣術道場を開き武芸指南を始めた。父の厳しい指南に耐え、身につけた瑠衣の武道による教授は、すぐに評判になったんだ。お父様がどれだけ、お家のことを思っていたか、また、女性の瑠衣にその思いを託したかを想像すると胸が苦しくなるね。だが、瑠衣の人々を引きつける魅力は、武術の腕前だけではなかった。江戸時代、女性の武芸指南役は、別式と呼称された女性を置く藩もあったようだ。彼女たちは、大小の二頭差しなど勇ましい格好をしていたという。女剣士ってみんなかっこいいもんね。瑠衣の外出時の服装は、黒ちりめんの羽織に佐々木氏の四つ目結の紋付き、屋敷風の郊外分けの髪型、大小の刀を二頭差しにしていたので、それが装い風だと評判になったんだ。シビアな美人剣士が異色な格好をして、江戸の街を歩くなんてかっこよすぎるよね。池波正太郎が書いた人気シリーズ、剣客商売の佐々木三刀のモデルになって当然かもね。当時、江戸市中に横行していた旗本奴による、無頼行為が瑠衣に及んだことがあった。白塚組や水野成行の大小神技組と渡り合ったという話が残っている。ちなみに、白塚組と大小神技組は、同一組織という説もある。へぇ。また、石ヶ谷左近の証言が北町奉行を務めていた頃、瑠衣は移送の件で石ヶ谷に呼び出されたが、堂々と自分の言い分を主張し認められたんだ。女性の言い分をちゃんと認めてくれた、北町奉行の名裁きも素晴らしい。この件は、南町奉行、菅帯膳の神にも伝わり、さらには当時大老だった土井利勝の耳にも届いたようなんだ。ほう、実は、父が仕官していた土井利勝は、寛永21年8月12日に死去していた。伝承する北町奉行の名が異なるかは不明だが、いずれにしても利勝が動き、家臣の小杉重左衛門の次男、小杉九九も婿に迎え、佐々木家は再興したんだぜ。めでたしめでたし。土井利勝に仕える剣術家佐々木武太夫で、瑠衣はこの父から剣術を学んでいる。成長した後は、利勝の夫人の護衛を引き受ける武芸指南役の職に就いた。ちなみに、利勝の夫人とここでは紹介したが、古今名誉実録では孫の利重となっている。瑠衣も、父同様、土井家に仕えていたんだね。現在までに残る瑠衣の話には、風変わりな服装が大きく取り上げられるが、古今名誉実録に記される古河藩での彼女は、傲慢父に劣らずさも高尚にして優す姿あり。とあり、志も腕も優れ、かつ上品で優美な姿をした女性だったようなんだ。
じゃあなぜ、ルイはその後、異想の女性剣術家と呼ばれるようになったの？そこには、ルイの熱く深い決意があったんだ。次の章ではルイの評判について解説するぜ。ルイには男兄弟がおらず、何度か後継ぎとなる婿取りの話が出るのだが、うまくいかず、父の死後、家名が断絶したことは話したよな。うん、ルイは何事にも忠実で、奥向きの作法などもしっかりと身につけていたから、公録で家柄のいいところから婚姻を結びたいとの声が多数あったようなんだ。もったいない話も多かったんだろうね。なのになぜ、良縁に結びつかなかったんだろう。ルイ親子は、嘘偽り泣く武芸に精進し続ける。佐々木家としての存続を絶望していたんだ。だから、念入りに婿選びをしているうちに、どうやら、秩父太夫が病死してしまったようなんだ。病死では仕方ないよね。長生きしてほしかった。そして、ルイは浪人となり、江戸へと出る。実は、彼女の江戸への旅立ちは、ある大きな目的を持ってのことだった。ルイが江戸で住まいを構えたのは、武蔵の国と島郡浅草商店町だ。ここに剣術の道場を開いている。へぇ、古今名誉実録には、玄関に槍や薙刀、さらに鎧びつなどを飾り付け、墨で黒々と武芸指南佐々木ルイと看板を掲げたと記されている。当時、江戸で最も人が集まったと言われる浅草で、忙しく行き交う人々を前に彼女が看板を掲げた時の様子を想像すると、ルイのやるぞという思いが伝わってくるようだね。そして、七時込みのルイの剣術指南は瞬く間に評判となり、多くの顧客を呼んだんだ。一説には、江戸市中はもとより、京や堺にまでその名を轟かせたようなんだ。マジか。どれだけ有名だったのよ。剣術の腕だけでなく、それと共に評判になったのが、外出時の服装だった。単に男装姿の女剣士というのではなく、色こそでに佐々木氏の四つ目結の門を縫い付けた黒ちりめんの羽織、両頭差しで、髪型は屋敷風の郊外分けという腕立ち、髪をまとめる道具の郊外を、髪の飾りにいつも使っていたんだ。これが、風変わりで個性的と見られ、ルイのこの衣装ぶりは大変な話題を呼んでいた。江戸時代にタイムスリップして、ルイの姿を見てみたいよ。ルイは一度この衣装の件で、北町奉行から呼び出しを受け、こう質問されている。武家の娘であれば天下のハットに触れてはいないが、そなたは女なのだから。女姿をすることこそ道とも言える。また女性の外歩きは用心が必要であるのに。それでは逆に何かが起こるのを待っているかのようだ。と、武勇から問われた。それに対しルイは、目的を持ってこうしているのです。と答え、その理由を次のように語っているんだ。ルイの言い分は、その目的は、土井利勝の家臣であった父の意志を継ぎ、武勇の死を夫に持ちたいためであって、旗本やっこ町やっこのように狼藉を企てているわけではない。という？ルイは一見、結婚に無関心なように見えて、実は、父の心にかなうものを婿に取り佐々木家を再興することが、父の何よりの意志だと考え行動していたんだ。嘘偽り泣く武芸に精進し続ける佐々木家の繁栄こそがお父様の願いだもんね。目立つ装いは父に似た達人に巡り合う機会をより多く作るためのもの。そしてルイの答えには、続きがある。夫となった人に家を再興してもらった後は、自身は元の女性に立ち返りたいと考えていたんだ。普通の女性に戻りたいなんて乙女心。泣かせるね。ルイのこの志に、心を打たれた北町奉行は、誠に道理ある申し分だ。と言いルイの言い分を認めた。そしてこの話は南町奉行に伝わり、さらには前室の土井利勝の耳に届いたんだ。これは後世の高校物語の一つとして作られたものかもしれないが、利勝自らが婿探しに乗り出し、家中第一の武変者として知られていた、小杉茂左衛門の次男、小杉九九と見合わせたと伝わっている。そして、ルイと九九は結婚して、佐々木家を再興させたんだ。いい話だね。ジンと来たよ。いい話に胸打たれたところはルイが、今度はイケイケルイの勇姿を話すぜ。打って変わって、イケイケのルイか。江戸時代前期、旗本の青年武士やその指定、奉公人で形成された歌舞伎者の集団、旗本やっこが、江戸の街中を闊歩していたんだ。歌舞伎者といえば、人気漫画花の刑事の主人公で義に生きた、戦国時代の武将、前田刑事が有名だよね。でも、ここに出てくる旗本やっこは、単なる無法者の集団だ。応用な髪型、ビロード襟の派手な着物で街を練り歩き、博打、喧嘩、辻斬りやゆすり、たかりなどの、悪の限りを尽くしていたという、非合法組織とはいえ、身分が高い者も多く、白塚組や大正神義組などが代表的なグループだった。気のない歌舞伎者なんて、ただのヤクザかごろつきだよね。その半グレ集団に、異想、異風の女性剣士、ルイは完全と立ち向かった。この時代、江戸市中をルイのような服装で歩く女性は皆無だったのだろう。しかも、乱暴狼藉を働く半グレ集団、旗本やっこと堂々と渡り合った。
というのだから評判にならないはずがないよな。かっこいい。もう一つ、ルイの人となりがわかるエピソードを紹介しような。聞きたい聞きたい。ルイが江戸にいた当時、江戸市中に横行していたのが、旗本の青年武士やその奉公人たちの集団、旗本やっこによる無礼行為だった。歌舞伎者とも呼ばれた彼らは、派手な衣装をして徒党を組み、好き勝手なことをして江戸の町をかっ歩していたんだ。風紀を乱す、嫌な奴らだね。その一つに、白塚の日本刀を身につけ白馬に乗った白塚組がいた。こいつらと来たら、衣装衣風のファッションに身を包んだ者たちで、ルイとは似ても似つかぬ行いをしていた。彼らによる被害がルイに及んだ折には、その傍若無人な振る舞いに対し堂々と渡り合ったとか。ルイのことだからお主ら、大概にしろ、とか言って、絡んだのかな？それはわからないが、一説には、ルイの武術に恐れをなして、彼女にだけは手を出さなかったというエピソードがあるんだ。佐々木ルイは、古賀藩の優れた剣術家の父に仕込まれた剣術をもとに、江戸浅草の地で道場を構えた。女性でありながら武芸指南役としての確かな腕で、道場は賑わったようだ。江戸時代に、剣術を教える道場は、どのようなところだったのか気になるよ。この章では、江戸時代の道場について話していくぜ。徳川家康が天下統一を果たし戦国時代に終わりを告げた。江戸時代は安泰な日々が続き、人を殺す技術としての剣術の必要性はなくなっていたんだ。道場の人気は非常に高く、優れた武芸者であることは、武士が出世するための大切な手段で、武士たちは積極的に有名な剣術家に師事したり、道場に通ったりしたんだ。へえ、優れた武芸者の育成は、技術論のみでなく生きる姿勢にも及び、剣術家たちは、剣術を活人剣と呼び、人間形成を目指すものとして捉えるようになっていくんだぜ。江戸時代後期まで、流派は200近くもあったと言われている。その多くは太夫試合を禁じていた。やむを得ず太夫試合を行うときは、怪我をしても文句なし、との誓約書を相手に書かせた上で行っていたんだ。平和の世であったとしても、武家政権の時代なのに剣の試合が禁止されるってちょっと信じられないよ。だが、寛政の改革で知られる、松平定信による武芸奨励策以降、流れは少しずつ変わっていくんだ。道場破りと称して各道場に挑み、名を上げようとする者も多く出てくるようになったんだ。太夫試合と道場破りは違い、道場破りはただの殴り込みだよね。でも道場破りといえば、宮本武蔵だね。武蔵は江戸初期の人物で、歴史上の最強剣士の一人だもんな。江戸時代の剣術道場の稽古道具ってどんなものがあるの？流派道場ごとに使用する道具が異なり一概には言えないが、江戸初期は竹刀、木刀や刃を潰しきれないようにした羽曳刀、時には真剣を使うこともあったようだ。江戸中期に剣術用の防具が開発されて以前は、防具を用いての稽古をする流派が大半だったんだ。竹刀は新影流のその神泉伊勢の神が用いた袋竹刀が元になっているようだ。天保年間に柳川藩士大石進が五尺余りの長竹刀を使い、江戸の書道場を脅かしていこう。勝負にこだわりすぎる者が槍のように長い竹刀や、鳥指竿のように細長い実用に程遠い竹刀を用いるようになったんだ。竹刀の長さや材質、重さなど統一した規定がなかったけど、安政2年に幕府が設立した工部所では、竹刀の長さの上限を三尺八寸と決め、この規定が現代の剣道に受け継がれているんだったよね。そうだ。ちなみに、工部所には勝海舟という有名な師がいるよね。そうだ。稽古用の防具は、江戸中期に開発されるまではなかったようだ。全日本剣道連盟の剣道の歴史によると、次期新影流の長沼四郎左衛門国里が、聖徳年間に防具を開発し、市内で打突し合う打ち込み稽古法を確立している。そしてこれが、現在の剣道の直接的な源だとされているんだ。市内で打ち合う剣道歴史って結構浅いんだね。その後、宝暦年間には、一刀流中西派が鉄面をつけ、竹具足式の防具を用いての打ち込み稽古法を採用すると、瞬く間に多くの流派に広がったんだ。寛政年間の頃には、流派の壁を越えて太夫試合も盛んになり、強い相手を求めて武者修行をする者も相次いだようだ。剣術稽古用の防具は、次期新影流の山田平左衛門光則により本格的に開発され、聖徳年間に山田の側の長沼四郎左衛門国里が小手を、宝暦13年に中西派一刀流の中西鋳造種武が、現代の銅の原型になった胸当てを開発したんだ。防具ができるまでの、稽古って生身だよね。痛そう。防具の登場で剣術稽古の安全性が向上した。防具なしでは危険だった打ち込み稽古が主流になると、現在のスポーツ感覚で剣術の稽古ができるようになり、剣術の愛好者が増加した。やっぱり体が資本だもんね。攻撃する部位が流派ごとに異なるために、自由で攻撃する部位のみ防具を装着したようだ。
例えば、胴体を攻撃しない流派では、防具の胴を装着する必要がない。そのため、流派ごとに使用する防具は異なっていたんだ。打竜試合が禁止された時代は、稽古相手は胴竜のみに限られたため、胴竜の相手との打ち込み稽古や試合稽古で、防具を装着していない部位へ攻撃されることはなく、流派ごとに防具を装着することで問題はなかった。必要最低限の防備って気がするけど。しかし、幕末に打竜試合が解禁されると盛んに行われるようになったんだ。流派ごとに防具を装着する部位が異なると、打竜の相手に防具を装着しない部位を攻撃され、負傷する危険がある。そこで入門者の流派を問わない公部署では、多くの流派が攻撃する部位に対応できる標準的な防具を作り出し、入門者に貸し出した。この防具が当時の標準となっているんだぜ。最後は、ルイに婿養子を取れぬまま父が亡くなり、家名が断絶した佐々木家。お家再興を目指し、ルイが江戸で日々を過ごした足跡を訪ねてみようと思う。OK。浅草といえば、国内はもとより、海外からの旅行客も多く訪れごった返すほどの人気スポットだ。ルイの道場があった浅草正殿町は、現在の浅草7丁目と6丁目の一部の地域なんだ。実は、時代小説家として知られる池波正太郎の生誕の地でもあり、彼の小説にルイをモデルとして書いたと言われる。剣客商売があることを考えると大きく頷けるよな。池波正太郎氏って、浅草出身だったんだね。チャッキチャキの下町っ子だね。正殿町の名の由来は、町内に松地山正殿宮があったことから、寛文10年頃の江戸絵図にはすでに、正殿町という記載があり、かなり古くから開かれた町だったようだ。賑わいのある場所に、ルイが道場を開いたのは自身の位相がより話題となり、父の意志を叶えられる婿取りを考えてのことだったのかもしれないよね。ルイの出身地の下総の国古賀藩は、ルイの時代は江戸幕府最初の大老となった土井利勝を輩出した土井家が藩主だった。ルイは江戸に出た後も、利勝夫人の護衛を引き受けるなど、土井家の武芸指南役の役割も担っていたんだぜ。ルイって、本当に活動的な女性だったんだね。その土井家の江戸下屋敷の表門は、現在茨城県古賀市大手町にある土井家菩提寺の制定寺に移築され残されているんだ。薬衣門形式と言われる門の形式で、武家の門らしく重厚な構えを見ることができるぜ。佐々木ルイって人は、女だてらに剣術道場を開き、武芸指南役としても成功した人物だ。異想の女剣士ルイは、志も腕も優れ、かつ上品で優美な姿をしている、と称賛されているよな。一人娘で婿養子を取る前に父親が亡くなり、嘘偽りなく武芸に精進し続ける佐々木家としての存続のために、かっこよく異想で決めて有名になり、見事に婿を取りお家再興を果たしたよね。女一人で努力して、北町舞踊に異想を認めさせ、父の仕えた藩主の心を動かしたなんて、本当に立派だと思うぜ。だね。この動画では、佐々木ルイゆかりの地も紹介したから、興味のある視聴者の方はぜひ、行ってみてくれな。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後まで、ご視聴ありがとうございました。